皆さんこんにちは、目指さマリアでございます。はい、ということで今日はね、目指さのタグを入れるね、袋をね、紹介していきたいと思います。で、皆さんもね、あの目指さのタグいろいろ使われてると思うんですけど、僕が使ってる袋はね、こちらですね。あのこれ下島っていうメーカーから出てるクリスタルパックの T4-8 っていうタイプですね。これ100枚入ってるんですけど、あのいつもこれネットで買ってるんですけどね、ちょっとあのネットで参考価格出しておくんですけど、メルカリやと大体360円から370円ぐらいで、このヤフーショッピングやとね、まあ、平均で371円とか、あんまりどこも値段変わらないんですけど、まあ、360円から400円ぐらいで買えるんじゃないかなと思います。で、なぜね、このクリスタルパック今日紹介するかというと、まあ、このね、パックに入れてると、あのめっちゃいいことがあるんですよね。まあ、いいことっていうと、まあ、メリットになるんですけどね。そのメリットっていうのが、まあ、タグがね、全く傷つかないんですよ。これ入れとくと。ね。うん、入れてる？ちゃんと。入れてる？うん、そう、タグを全然傷つかへんし、まあ、タグが傷つかないってことは、まあ、タグを長く使うことができて、またね、僕はタグとか被ったら、プレゼント企画で、皆さんにね、あげるようにしてるんですけど、まあ、プレゼント企画であげるときも、まあ、綺麗なままあげることができるっていう、まあ、メリットがいっぱいあるんですよ。だから絶対これをクリスタルパックっていうパックに入れて、まあ、タグは保存しといた方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、ただね、このクリスタルパックに入れることで、まあ、デメリットっていうのもやっぱ少なからずあってですね、まあ、僕の思うデメリットっていうのは、反応がね、ちょっと鈍くなるんですよ。こうタグをね、最初セットするタイミングに、なかなか反応しなくて、ちょっとギュッて押さないと反応しないみたいな、そういうこともあって、まあ、ちょっと子供たちにとってはちょっとめんどくさいって声もね、あの上がってくるんですよね。どう思う？めんどくさい？そんなに？どう？めんどくさい？でもやっぱ傷つかないとめんどくさいのどっち取る？傷つかない、やっぱり。俺もそう思うよね、やっぱり。めんどくさいはね、多少我慢すればいいけど、まあ、傷ついてしまったらもう取れへんからね、その傷っていうのは。だからまあクリスタルパックっていうのを今日はちょっとお勧めさせてもらってます。で、実際にね、これどうやって使うのかっていうと、本当使い方っていうのはめっちゃ簡単で、あのこうやってペラペラっていう1枚になってるんですけどね。で、ここにね、このシートを剥がしてもらうと、これが粘着テープになってるんですよ。で、試しにね、今日ここソーブレーズをね、入れていきたいと思います。で、まあ、入れ方はどっちでもいいんですけどね、まあ、僕はこの QR コードがついてる方を先にこう入れます。で、本当にこれちょうど入るんですよ。もう見た目もめっちゃ綺麗で、で、ここを剥がします。で、剥がして、あとはここを折ってもらうだけで、ペタってつけるとめっちゃ綺麗でしょ。本当にね、これで保管しといたらほんまにいいと思うんで、なあ、どう思う？言うやんのこれ、うん、見た目もいいし、あのちょっと綺麗な状態をね、タグを保ってることできるんで、なかなかタグはね、やっぱノーマルタグとか全部入れるのはね、難しいと思うけど、やっぱスター以上はこのクリスタルパックに入れるとかしてもらうとね、あの綺麗なまま保てるんで、これ本当おすすめなんで、よかったらメルカリで買ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。